フォームはやっぱダンサーなだけあって形が綺麗だよね。ミスターに教えてもらってたんで。あ、そうなんだ。でもね、その綺麗さと裏に気持ちだけがこう、気持ちはすごい伝わるんだけど球がついてきてない。やっぱりこう経験者ってすごいんだね。てかメンディーさんがさ、昔100何キロとか出したでしょ、はい、あれやっぱとんでもないんだね。だってわー、長崎からライブ行きます。だって I'm so excited to watch the drama. The cast looks great. Thank you. そう、なんかこの T シャツがね、そのナミオの T シャツということでちょっとお借りしました。ちょっとね、インスタライブとかが反転してるかもしれないですけどね。投げるの難しいよね、やっぱ。あ、有給使って明日行きます。ありがとうございます。有給をね、使ってて東京どうだろうね、盛り上がるかね。いやー楽しみですけど、そう、これ俺私服ですね。そう、まあ、あの今日 の, あのドラマのお仕事終わったんで一回私服に戻って、はい、そうなんですよ。いやー、亮太くんの始球式みたいで、ちょっとねその話さっきちょうどなってたんですよ、楽屋で。どうね、もしそういう機会があったらね、人のこと笑えなくなる瞬間でしょうね、僕は。もうその日から本当遠いんだね。いや遠いですよ。 18.44m 結構距離あるそれって。しかもマウンドも盛り上がってるから、慣れてない人は。へえ、あんなテレビで見てるとさ普通に見えるけどね、すげえよな。めっちゃ練習しなきゃだよね。いや、じゃあやめとくかな。俺だってサッカー部時代もさ、スローインできないぐらい肩弱かったもん。弱っ本当にできなかったの。そのサイドバックとかやった時さ、ボール切れて、ね、そのマイボールになった時にさらっと俺離れていったもんですね。俺は投げない。そういうポジション。あ、俺そのちょっと届かないかなって思いながらそんな時代もありましたけどね。Because I started to love J-pop because of you. Thank you. 嬉しい。スローインできないくらいは弱すぎる。ありがとうございます。ね。肩弱すぎやんというね、温かいコメントを見たいと思いますけれども、今日はね、ちょっと15分15分しかないんで、ちょっとサクッといきたいと思います。あの今日はですね、まあこの放送もありますんで、波を聞いてくれ、あのまあ波を聞いてくれにちなんだあのお問い合わせいただいております。いろいろね、まあいただいて、さっきのちょっと配信と被るのもあれだから、ちょっと違うのに行こうかなと思ってます。寄せ歌ネーム、あずきさん、りょうたくん、こんばんは。こんばんは。寄せ FM いつも楽しみにしています。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。波を聞いてくれ、あ、いよいよ始まりますね、楽しみです。久しぶりの連ドラとあって、いろんな亮太くん見られそうで今からワクワクしていますが、現在撮影中かと思いますが、一番大変だったシーンがあれば教えてください。次ドラマなどでやりたい役もぜひ教えてほしいです。楽しみにしてます。ありがとうございます。そうですね、今夜放送の第1話で言うとですね、ミナレさんがベロベロに酔っ払って、それをちょっと看病するみたいなシーンがあるんですよ。看病しながら、あのまあそこはやり取りするっていうシーンがあるんですけど、あそこは結構長いシーンなんだけど、そんなに回数をやらずに、あの結構通しでずっと撮ったのがドキドキしましたね。うん、結構ドキドキしました。やっぱそのこう分けてこう撮っていくとね、こうそんなにこう、まあ、この部分だけだなって思いながらもこう、あの撮影に臨めるんで、そんなにこうプレッシャーはそこまでないんですけど、やっぱずっと通しで撮るとこう間違えちゃいけないとか、次なんだっけっていうののプレッシャーがこうだんだんこう伸びてくるんで、それは緊張しましたが、とてもあの面白いシーンになってたので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ドキドキでした。あと
やりたい役、そうですね、なんだろうな、あ、坊主のコスプレ、あの高発想のシーンが多分予告などでも使われてると思うんですけど、まああれもどこで出てくるか楽しみにしててください。本当にあのすごく、あのすごい、そういう裏話とか来週したいと思います。はい、波に恵まれてる、そうなんですよ、俺なんかそういう海とかの撮影とか波とか名前入った作品がめっちゃ多くてね、そう楽しみすぎですって言っていただいてます、ありがとうございます。ちょっとたくさんいただいてるんで、ちょっとあ、やりたい役ね、やりたい役、そうだな、なんかでもね、おとといそのなんかすごい噛んでましたみたいなことさっき言われてたんですけど、なんかすごい正義感あふれるシーンだったんですよ。で結構なんか僕でもそういう正義感あふれる役やりたいなって、すごいそのセリフをやりながら思ってました、僕個人的には。うん、なんかね、こう 熱くなるシーンっていいなと思ったんで、なんかそういう役柄に出会えたらなとちょっと個人的には思ってます。うん、なんか何っていうわけでもないんですけど、そう Hi from Kazakhstan Hi Thank you。 タズニア、探偵役、刑事役、警察官、どんなんがいいんだろうね。あ、警察とかいいのかな。消防士ね。いやちょっと何がいいんだろうな。ちょっと他のちょっともう行きたいんで、ちょっと待ってくださいね。あ、俺これちょっと気になった。よそよたネーム、あやのちゃん、りょうたくん、まねさん、こんばんは。こんばんは。お忙しい中、配信ありがとうございます。金曜日の予選 FM 新鮮です。波を聞いてくれについて私が聞きたいことは、波を聞いてくれの略し方です。題名が案外短い分、なんて呼べばいいのか難しいです。いろいろ考えた結果、私の中では波くれが一番しっくりきました。なんかいい呼び方があれば教えてください。ザベスト東京公演でお会いしましょう。たくさん叫びます。ありがとうございます。なんだろうね、なんか波よっていうとちょっとなんかちょっと微妙だよね。なんか聞いてくれをちょっとおざなりにしてる感はちょっと否めないよね。波聞け聞いてくれをその命令形にするっていう やり方ね。波聞け、波くれ、みんななんて言うんだろうね。ちょっと現場のみんなとこれ聞きたかったな。波くれがいい。ああ、ちょっとそういうね、さっきのインスタライブでね決めればよかったね、それね。ちょっと俺の一存では決められないので、ちょっとまあ波聞きちょっとおもろかったですね。はい、ちょっと続きまして、あ、寄せ歌ネームシュリンプさん、りょうたくんこんばんは。こんばんは。今日もお忙しい中配信ありがとうございます。明日はいよいよザベスト東京公演ですね。福岡から遠征し参戦するので今ワクワクしています。波を聞いてくれについて聞きたいことですが、りょうたくんが視聴者に対してこれは絶対見逃さないようにというシーンなどありますか？もちろん全て見ますが、りょうたくんが出るシーンは目を見開いて見ようと思います。嬉しい、ありがとうございます。放送まで楽しみにしています。明日からライブがあり大変だと思いますが、最初に気をつけてお過ごさせてください。応援しています、ということですね。まあ、さっきのそのちょっと話ありましたけど、高発想のあのシーンも結構見どころかなと思いますし、見逃さないように、結構僕最後の最後にもう一回出てくるんですよね、1話の。でそこのセリフもなんか結構可愛いセリフなんで、あのぜひそこも見ていただき、そこ最後までちょっと見逃さずに見ていただきたいなと個人的に思ってます、1話。はい、まあ他にもねたくさん見どころあるんですけど、まずは今日今夜第1話23時15分からやりますんで、波を聞いてくれ、ぜひ見てください。そしてこの後、CL というアプリでですね、後半戦もやっていけたらなと思っておりますので、まあ引き続き皆さんからのお問い合わせをお答えしつつ、まあちょっとゆるっと配信していけたらなと思います。 CL というアプリをダウンロードしていただければ誰でも無料になって生でご覧いただけますので、
ぜひお付き合いいただけたらなと思います。では、そして明日ライブ来てくださる方も本当にお気をつけて頑張ります。では CL で後半戦お会いしましょう。バイバイ。